こんにちは、緑川です。今日はね、Vネックセーターの、後編になります。グラニーステッチでね、トップダウンの編み方で V ネックのね、セーターを編んでいきます。今ね、ちょうど襟がね、できているところなんですけれども、今日はね、前編の続きをね、こちらで編んでいきます。前編をね、見逃したという方は今日の動画のすぐ下にリンクを貼っておりますので、ぜひね、前編の方をご覧になって、こちらの後編をご覧になってください。グラニーステッチが編める方、またね、トップダウンで以前何か編んだことがあるという方にはね、大変おすすめの V ネックのセーターになっております。今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらはね、私の後ろ身頃、はい、側になりますけれども、身頃をね、延長してきたところになります。はい、それではね、次はね、 V ネックのね、襟を編みたいと思います。ではね、糸始末できるように、はい、下げておきます。ここはね、後でね、とじはぎがあるので、そうですね、30センチぐらいね、残しておきましょう。はい。そして、準備をします。はい。後でね、身ごろに縫い付ける場所がございますので、30センチほど、ちょっとね、長めに残しておきます。そして、ここがね、V ネックの根元です。はい、ここにこれからね、長編みを編んでいきます。はい。ここがね、中心の鎖編みのところになります。はい。そして、ここがね、長編みの、足があったり、鎖編みがあったりするところになりますね。このね、端のところに糸を2本ずつ取りながら長編みをしていきます。はい。ではね、準備をして、このね、中心のすぐ左側の、長編みの足がありますけれども、ここのところのね、糸をね、2本取って長編みをします。はい、そして同じ足のうちの2本を取って、はい、また長編みをします。そして次に行きますね。長編みを2編み編みますね。1段あたりね、2目編んでいきます。糸をすくうときはね、2本すくっておきます。1段あたり2目、2目、2目、2目とね、進んでいきます。はい、そしてね、ここのところがちょうど作り目のところですね。マーカーがあって、ここから作り目が始まっているところですけれども、このね、はい、中ですね、作り目の中に長編みを2目編みます。作り目のところに来たら、作り目の中にね、2目です。このマーカーも外しますね。はい、そしてこのね、残っている鎖編みの中に長編みを2目、2目と編んでいきますね。はい、はい、このようなね、見た目でなだらかにね、なっていきますので、これでね、まず1周していきます。はい、襟のね、縁編みを1段ね、編んできたところです。はい、ちょっとね、柄なのでね、見にくいですね。はい、ここがね、スタートです。はい、尻尾さんですね、最初の。そしてこのようにね、編んで後ろを取って、そして今ね、ここまで編んできたところになりますね。はい、このようにね、なっています。そしてね、ここからね、往復編みで引き上げの長編みをしていきますね。はい、ここはね、中心で分かれたままになっています。はい、これはね、最後にね、縫い付けて V ネックにいたしますね、今日はね。はい、ではね、このまま
ひっくり返して、はい、こちらはね身頃の裏側になりますね。そして、1目めはね普通長編みをします。鎖編み3目でもね大丈夫です。どっちでもいいです。そして次からね、はい、表裏とね編んでいきますね、はい、表引き上げ、次は裏、はい、次は表、次は裏、次は表、後ろ向きでね、このように1目立ち上がりで鎖編み3目か普通長編みを編んだ後、2番目からは表裏表裏表とね引き上げの長編みを編んでいきますね。そして一番端まで編んでいきます。はい、2段目のね終わりの方にやってきて、あと1目残っているところなんですが、あと1目のねこの最後はね、はい、必ずね普通長編みで終わっておきます。はい、普通長編みです。ですから編み始め編み終わりは、はい、普通長編みですね。はい、編み始めはね鎖3目でももちろん大丈夫です。そして最後はね普通長編みで終わりましょう。そしてひっくり返してね3段目を編んでいきます。はい、そして3段目はね2段目の見た目と同じになるように編んでいきますね。はい、見た目と同じです。1目めはね鎖編み3目か長編みをまずね編みましょう。はい、見た目が同じになるようにですね。そしてここは表で編んでいるから、はい、表にねなっているから表、見た目通りに編んでいきますね。次は向こう側にいますから裏ですね。はい、表だから表、裏だから裏、表だから表、裏だから裏、表、裏、はい、3段目を編むとね、はい、このようなね見た目になります。はい、ではねこれでまたね一番端まで編んでいきます。はい、3段目のね最後の一目です。マーカーをねつけていたところに普通長編みを編んでね終わりといたします。最後の目をね普通に長編みを編んでおきます。そしてこれでね3段目までね終わったので、ここでね終わりといたします。ここもね糸始末できる分いつもよりね、はい、少し長めにね30センチぐらいね念のため残しておきます。そして引き抜いて終わりますね。はい、ではね全体像をね確認しましょう。広く開いていた襟元もねちょうどいいぐらいにね、はい、なったかなと思います。そしてここのところはね真ん中の鎖編みを中心にね割れた形になっておりますが、ここをねこのようにね重ねた V ネックにしたいと思います。まずはね正面の右手側、はい、編み終わり側ですね、編み終わり側から糸始末していきますね。はい、ではねやっていきます。編み終わり側の最後に切った糸に針をつけて、ここのねところ、はい、ちょっとね向きを変えますね。はい、
のね、こちら側の、身ごろのところ、はい、身ごろと襟の境目のここのところにね、これで縫い付けていきますね。はい、このように構えて、ちょうどいいところに当てていただいて、このようにね、縫い付けていきます。ここまでにね、縫っていきますね。はい、そして表からね、確認して、はい、はい、突っ張りなどね、なければ、あとは糸始末になります。はい、はい、ここをね、今縫ったところです。そして糸をね、編み地の裏に出して、今縫ってきたところにね、返し縫いをして、ほつれ止めをしておきますね。今縫ってきたところのあたりの糸をすくいながら細かく返し縫いをしてほどけないようにしていきましょう。襟のね、右側を縫い付けました。今度はね、同じことをこちら側でもいたします。はい、編み始めに残していた糸をとじ針にセットして縫っていきますね。はい、今度はここですね、この作り目の鎖編みがありますね、ここのところにね、縫っていきます。そして、ね、着地点をね、決めておきましょう。マーカーをつけて。はい、そうしましたら、ここも先ほどと同じで、作り目の鎖編みがありますから、そこのところをね、すくっていきますね。はい、作り目の鎖編みと長編みの足をね、このように小さく小さく表に見えないように配慮しながら縫っています。
ここまででね、縫い付けたところになります。これでね、良ければ糸を後ろに落とします。そして先ほどと同じようにね、今縫ってきた足のところ、丁寧に返し縫いをしていきます。これでね、はい、完璧なね、Vネックになったかなと思いますね。はい、このようにね、すると簡単にね、Vネックができますね。はい、綺麗にね、Vネックになりました。よかったです。はい。はい、このようなね、見た目です。それではね、袖の延長を編んでいきますね。糸を準備します。はい、糸始末ね、できる分下げておきます。そして袖の延長の編み始めは、このね、私は延長した部分があるんですけれども、はい、ここにね、グラニーステッチが5個分ありまして、はい、これがね、私の延長部分です。グラニーステッチが5個ありますね。そしてこれがね、ちょうど脇の中心となります。はい、で、裏表の法則にのっとってここからね、編んでいきます。はい、中心の右か左どちらかを、選んでね、編んでいきますね。ではね、後ろ身頃寄りの方から編みたいので、私は今ね、これが中心のグラニーステッチなので、このね、右から編んでいきたいと思いますね。そして針を入れるのはね、この延長した時に鎖3目スキップしていたので、このね、真ん中の鎖編みに針を入れて長編みを編みますね。ホワイトをかけて真ん中に針を入れ、長編みを3目、鎖1、はい、しばらくね、編んでいきますね。はい、延長部分は鎖編みの真ん中の糸2本をすくいますね。はい、そして長編みを3目編んでいきます。鎖1、はい、次もね、鎖編み3目があるところ、延長していたところ、はい、真ん中の鎖編みのうちの2本をね、針の上に取って長編みを3目、鎖1、はい、はい、そしてね、次のところなんですけれども、ちょっとね、下の編み目の向きをね、確認します。ここはね、長編みが逆さま向きになっていますね。そしてこちら側は、はい、分割した時の段で長編みが横向きになっていますね。はい、このね、逆さ向きと横向き、ここのところをね、スキップします。スキップしてこの長編みの根元、 V ステッチのね、隣に針を入れ3目編みますね。このようにね、なっています。延長したところの最後のステッチと分割した時の長編みの足が横向きになっているところ。はい。ここにね、長編み3目を編みませんでした。はい。隙間がありますけれども、スキップしております。
そして鎖1、そして次のところは V ステッチだったところ、はい、ここをスキップして長編みを3目、鎖1、はい、そして、こちら側ね、土台を見て長編み3鎖1なので身ごろと同じようにね、まず編んでいきますね。はい、終わりの方まで編んできますね。袖のね、延長の1段目、もうすぐ終わりというところまでやってきました。はい、下に着目します。ここね、身ごろ編んだ時の V ステッチの角のところでした。はい、そして、ここのね、左に長編みを3目しますね。で、はい、ここね、先ほどと同じです。このね、向きに着目しますね。長編みが横向き、横向きで、こちらは長編みが逆さま向き。ここのところはね、何もしないで、こちら側に編みます。はい、ここはね、編みません。ここのところには編みません。はい。そして、こちら側のね、延長している鎖編みの真ん中のところに、長編みを3目編みますね。ここをね、編まなかったのは、ここを編むとね、必要以上にね、袖の幅が広くなるからです。はい、編んでも間違いということはありません。ではね、鎖1をして、はい、こちらでね、終わりになりますから、引き抜いて終わりますね。そして、ここはね、裏向きで編んできたので、こちら側から引き抜いて終わります。そして、返します。今度は身ごろとしては表向きです。そしてね、今編んできた袖の延長1段目のところでね、長編み3鎖1がリズムよく整いましたから、2段目はね、身ごろと同じくグラニーステッチをしていくということになります。そして鎖1の隙間に長編み3目を編んでいきますね。はい、2段目はね、迷う感じがないと思います。長編み3鎖1を規則正しく繰り返して編んでいくということになります。袖のね、延長の2段目の終わりです。長編み3鎖1をしました。身ごろはね、表側なので、この向きでね、引き抜いて表にコブが残らないようにしますね。そして、一旦ちょっとね、ほどけないように留めます。そしてこれからね、3段目を編んでいくんですけれども、3段目でもね、1箇所ね、減らし目をしたいと思います。はい、で、印をね、つけていくんですけれども、とはい、まずね、便宜上ちょっとね、印をつけますけれど、ここが私の袖のね、脇の下の中心です。延長していた、私でいうとステッチ5目分があるね、真ん中になりますね。真ん中です。はい、私はここでね、5目を延長していました。そして、ここが中心で、グラニーステッチ3つ挟んで、こうマーカーをね、左右対称のところにつけておきます。はい、脇の一番下のところ、はい、中心でステッチが 1,2,3 個あって、はい、ここですね、真ん中に3個あるような形にして、ここにね、マーカーをつけています。はい、マーカーは、はい、真ん中のね、長編みの頭にね、つけました。
ここのところでね、また減らし目をねもう一回いたしますね。はい、減らし目の方法を説明していきます。ではここはね普通に編んでいきますね。はい、今までと同じようにね最初の鎖1のところに長編みを3目編みました。そして鎖1、はい、次もね同じです。鎖1の隙間に長編みを3目、鎖1。そしてここのところでねマーカーが来ました。はい、そしてねここのところはこのように編んでいきますね。通常だったらここに長編み3目、鎖1、長編み3目、鎖1と編むところですが、今日はねここに1目、マーカーに1目、ここに1目と編んでいきますね。はい、このままこの長編み3目の真ん中のマーカーをつけたところにも長編みを1目、そしてこの鎖1の隙間にも長編みを1目、はい、このようにね編みました。そして鎖1をして、はい、あとはね長編み3目鎖1を今まで通りグラニーステッチを編んでいきます。マーカーをつけていたここだけねこのように特別な編み方をしました。ここでね、この編み方をすることによってグラニーステッチ1つ分が減ったということになりますね。はい、はい、袖のね延長の3段目で終わりの方にやってきました。マーカーをねつけていたところにね来ています。はい、先ほどと同じようにね編んでいきますね。まずは鎖1の隙間に1目、マーカーをつけていた長編みの真ん中のところに1目、そして次の鎖1の時にところに1目、はい、こんな風にね編んでいます。ここだけね特別にこのように編みました。そして鎖1をして、そうすると今度はねもう編み始めに戻ってきたので引き抜いております。はい、そしてひっくり返します。袖の延長のね4段目になります。今度はねもうマーカーのことは無視して大丈夫です。はい、こんな風に編んでいきますね。まずは最初に長編みを3目、はい、最初のね鎖1のところに長編み3目して、鎖編み1つして、そしてここね、はい、ここ長編み3目つながっていますけど、ここに鎖1がありますから、ここに長編みを3目しますね。このようにね、4段目からはね、長編み3目、鎖1、長編み3目、鎖1と規則正しく編んでいくことになります。はい、身ごろの延長とね、同じことになります。はい、そして、これをね好きな長さまで編んでいくということになります。表裏と返しながらね身ごろと同じルールで編んでいきますね。そして片側のね袖できていますのでご覧いただきます。これね好きな段までずっとね編んできて、まっすぐね編んできました。4段目以降はねずっとまっすぐです。そして、このね最後のところでちょっと減らし目をして、このね、引き上げ編みをしています。少しねポワン袖な感じにしております。はい、あとねこちらの方好きな段まで編んだらね次はこの説明をしたいと思います。はい、袖のね延長なんですが、私はね26段ね編んでおりました。はい、26段です。この段数をね皆様お好きな段数になさってください。それではね縁編みに入る前にね次の段でね、減らし目をしていきますね。はい、
鎖編み3目の方はまずね、鎖編みを3目します、はい、そして私は長編みの途中、ここまでなんですね。はい、ここまでです。そしてここで糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて連れてきます。そして一番右だけ残すように引き抜いてかけて、はい、これでね、最初の2目糸ができました。まず糸をかけてくぐって糸を連れてきます。このまま糸をかけて隣に行って連れてきます。一番右だけ残すようにかけて引き抜いて、最後2本残ったのをかけて引き抜きます。今回はね、このように、はい、2目一度ねしていきたいと思います。はい、ここですね、かけて連れてきて、かけて隣に行って連れてきて、一番右だけ残して引き抜いて、かけて全部、はい、かけて糸を連れてきて、かけて隣からも連れてきて、かけて右だけ残して他は全部引き抜いて、かけて引き抜きます、はい、このようにしてね、今日はやっていきたいと思います。これね、いろいろ私ね編んで試したんですけど、この次の段からね引き上げ編みをしたいので、引き上げ編みがしやすくなるためにこのようにねしています。このようにするとね、はい、普通の長編みの2目一度よりもこのね頭の下がすっきりするのでね、次の段が編みやすくなるのでね、このようにしています。はい、2目一度ねして一周してきました。マーカーのところに引き抜いておりますね。ね、絞っておきます。はい、それではね、次の段からいつものようにね引き上げ編みをして、引き上げの長編みをしてね、縁編みといたします。そして輪に編んでいきますから、1目目からね、はい、できます。はい、このね隙間同士、はい、このようにねすくって、長編みの表引き上げ、そして次はこのね隙間裏、はい、この隙間、はい、足全体をねすくって編んでいきます。前の段先ほどのように編んだので、引き上げ編みがねやりやすいと思います。もたつきもねないですね。いろんなね、減らし目の仕方ございますけれども、今回はこのようにしてみました。糸のね、太さとかでもね、違うと思うんですよね。はい。はい。減らし目の次の段。はい。減らし目の段をね、縁編みの1段目とすると、こちらがね縁編みの2段目ということになります。はい、縁編みをね2段目です。引き上げの長編みをしてきました。ではね引き抜いて終わります。
と絞っておきますね。そして次の段下ではね、前の段と全く同じことをしていきます。はい、表裏とね、編んでいきますね。このように編んでいくとね、つなぎ目がわからないね、綺麗な見た目になっていきます。下の段と見た目が全く同じになるように同じ編み方で進めますね。はい、このようにね、はい、表裏表裏と編んでいきました。そして、この編み方ね、好きな長さになるまでね編んでいきます。はい、このようにねなっています。はい、お待たせいたしました。グラニーステッチの、V ネックセーター完成しました。はい、とうとうね完成いたしました。そしてね、袖のところなんですけれども、2目一度ね編みましたね。そして、1段目に2目一度しました。そして2段目からは長編みの引き上げをいたしましたね。そして私はね、2段目から7段目までね、7段目までを引き上げの長編みにしました。袖の長さも含めてね、各自ねお好みにしていただけたらと思います。少しね、はい、2目一度したので多少ねポアン袖に、はい、なりましたね。はい、あの外出するときってここが閉まってる方がね、こう冷たい風が入りにくくていいですよね。お部屋着だったらね、これなしでね、あの七分袖とかの方がね、動きやすいかなとか思うのでね、今回はね、こういう風に仕上げてみました。そして、今回ね、こういうね、重ねの、V ネックにしてみましたけれどもね、とってもね、着やすいかなと思います。このね、V ネックって小顔効果があるからね、私ね、大好きです。それからね、裾なんですけど、実はね、毛糸が足りませんでした。足りなかったので、グラニーステッチで終わっております。はい、そして縁編みをねされたい方はこのねお袖と同じようにね、ここは減らし目をする必要がありませんから、1段目をねまず全部長編みをします。はい、1目ずつ長編みをしますね。目数は変わらないように。そして2段目から引き上げの長編み、表裏とね好きな段数していただくといいかなと思います。最後ね、これだけだったんですけども、足りませんでした。でね、個数なんですけれども、2、4、6、8、8個使いました。なのでね、私のサイズ感だとね、もう1個あるとね、裾編みまでできたのかなと思います。こちらはダイソーさんの、リサイクルポリエステルヤーン段染め、オータムリーフ 60g。こちらはね、140m、8個でした。ではね、採寸していきますね。はい、段数などね、もう一度という方はね、動画下の説明欄の目次のところに、はい、いつもね記入しておりますので、実際編まれる方はね、いつも目次をね確認していただくといいかなと思います。はい、それでは今のところの、着丈を一番ね肩のね上のあたりから測ります。53センチです。はい、ジーンズの、ベルトあたり感じかなっていうところですね。このね、ポリエステルヤーンとても伸縮性があってね、暖かいですね。はい、横幅もね、53センチぐらいになっています。はい、あとね、この襟のところから手首の先までを測ってみますね。襟の V ネックの端から袖の先まで。はい。これね、66センチございます。はい。私ね、手が長いっていうのもあるんですが、長い時はね、ちょっと長めが好きなんですよね。はい。とってもね、可愛いです。あとこの V ネックの見た目のところですね。はい、このね谷のところ、見た目的には15センチぐらいです。はい、
それからね、糸を足したところは糸が残っているところありますからね、最後は裏を見ていただいて、糸残っている糸をね、全部糸始末をしていきましょう。ということで、じゃあ試着してみます。今ね、薄手のね、長袖の T シャツ着てるんですけれども、ちょっとね、気持ちいいですね。この糸、ウェア編むとね、大変弾力性がありますね。過去にね、カーディガン、ピンク系でカーディガン、ヘキサゴンのカーディガン、あと、白っぽいピンクっぽいので、V ネックセーター、それから、ブルーでカーディガン、あと、ピンクでショールマン出ましたね。はい、こんな風にね、私ちょっとね、長めにしました。外出するときに着たいのはね、こうちょっと長めにね、するのが好きです。かわいいですね。とってもかわいいです。そしてね、着心地いいですね。60g が8個だから、480g未満でね、できていますので、着心地大変軽いですね。軽やかで、そしてグラニーステッチがこう、詰まっているのでね、とっても暖かいです。これぐらいの系統でセーター編むのね、とっても軽く仕上がっていいですね。気持ちいいですね。はい、やっぱりね、お腹は隠れて、腰のあたりまでね、はい、来てますね。採寸した時よりもね、実際に着ますと毛糸伸びますのでね、はい、試着こまめに編んでいただければと思います。今回もね、無事に完成いたしました。お袖がね、可愛いのでぜひね、真似して編んでいただきたいと思います。はい、社長さんの登場です。社長さんね、今日日曜だから、金曜の夜からね、ちょっと体調を崩して、昨日の土曜日はね、朝から元気がなくて、あとね、立つことができなくて、全く自力でね、四つ足で踏ん張ることができなくて、全部ね、開脚になってペタンとしてね、自分でこう立ち上がれないとか、あと体の震えが来たりとか、あと本当元気がなくて、昨日はね、本当に夕方までずっとね、膝で抱っこして様子を見てたんですけど、夕飯の時間になってね、夕飯食べた後から急に元気になりまして、夜はね、歩くようにはなってたんですけど、やっぱりね、夜昨晩ちょっとこういつも一緒にね寝てるんですけど、震えがあってね、こうブルブルね震えておりました。で、実はね、これ初めてじゃなくてね、月に1回ぐらいあるんですよね。だから社長さんも3月で16歳だし、少しね、認知症の傾向が強くなってきたのかなっていうね、感じですね。社長さんおじいちゃんだからね。でね、今日はね、もう早朝からパトロール、張り切ってパトロールされててね、今日はね、すごく元気です。元気だけどね、昨日まで具合悪かったので、もう少し様子見てね、今日もお散歩はちょっとね、我慢したいなと思いますけれどもね、今日はね、食欲、もりもりね、元気にしていらっしゃいます。たくさんのね、ご心配の、コメント、お見舞いのコメント、本当にありがとうございました。これからもね、もしかしたら時々ね、あるかもしれないです。おじいちゃんなのでね、仕方ないもんね。よしよし。ということでね、いつもね、社長さんと私を温かく見守ってくださって本当にありがとうございます。心から御礼申し上げます。社長さん、暴れるくらい元気出てきたね。昨日は本当にね、ちょっと私も心配したんですけど、今日はね、おかげさまで元気にしていらっしゃいます。ということで、本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。こちらのセーター編んでみようかなと思っていただけましたら、ぜひ高評価、いいねボタン、そして、チャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどり川と元気になった社長さんでした。バイバーイ。皆さんありがとうね。はい、このようにね、動き回れるぐらいお元気でなりました。バイバーイ。はい、グラニーステッチのね、Vネックセーター。
女子マネさんに試着をしていただきました。このようにね、襟元がとてもね素敵な V ネックに、ね、なりました。ぜひねこちらの編み方お試しいただきたいなと思います。そしてね、裾の方はね、今日は毛糸が終わったのでこのままですが、もしね毛糸を追加できたらね、裾もね編み足せたらいいなと思います。そして今回はね、脇のところの、袖の3段目でもね減らし目をいたしました。そのおかげでね、この脇のもたつきがねなんかすっきりとした見た目、そして袖の幅もねちょうどいい感じに出来上がっております。ぜひねポイントポイント押さえて楽しくね編んでいただけたらと思います。はい、そしてね、社長さん社長さん何してんの、そこでなんかねこうやって頭、暗いところにね頭を入れてじっとしてる時があるので、はい、ちょっとね心配な症状なんですけれども、食欲はねもりもりあるのでね、今日は元気に過ごしてくれそうです。